テチューシの紋章、テチューシ、または、タテシュは、ロシアのタタールスタン共和国南西部にある都市。ボルガ川のダム湖、クイビシェフ湖の西岸に位置する。すぐ南に、ウリアノフスク州との境界がある。最寄りの鉄道駅がある町は、45キロメートル西のブインスク。タタールスタンの首都火山からは南へ180キロメートル。テチューシスキー地区の中心地である。 人口は2002年国勢調査で1万1931人。1574年から1578年にかけて旧火山半国の地を抑えるための要塞として、テ手シュスカヤザスタバが建てられた。おそらく多々ある人領主の名に由来する地名であると考えられている。スチェパンラージンの反乱では大きな戦いの舞台となった。1781年には、 手中市の名手子となり、軍の中心地となった。19世紀末にはこの地方の交易の中心として発展している。手中市には火山の生新序の遺構に捧げられた火山の生新序聖堂が1773年に建てられ、現存している。また、歴史博物館もある。手中市には、食品工場や製材所のほか、火山ヘリコプター工場の部品工場などがある。 ありがとうございます。